これから本日佐藤光選手の緊急記者会見を始めたいと思います。じゃあまず佐藤光選手から今回の会見の趣旨をご説明ください。はい、パンクラスミッションの佐藤光です。本日は緊急会見ということで、場所を、お借りして、まあ、平日のお昼なんですけども、やることになりました。どこから話していいかわからないのですが、もう今年も11月、ということで、そろそろ年末の話をというところで、いろいろ思うところありまして、興行しようと思うんですけども、まあ、そこで、自分の思いを、ただ興行をやるだけじゃなくて自分の思いを一つ、興行に、込めて意味ある興行にしようということで、決まったことを報告させていただきます。この場を貸していただいたニコプロさんに大変感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、それでは早速もう無駄なことを話している時間もないので概要から説明していきます。毎年昨年2019年は12月30日に行いましたハードヒットですが、今年は12月27日に、行います。場所は新木場ファーストリングです。で、8月の29日に川崎球場で始まりましたキングオブハードヒットのトーナメントの準決勝と決勝を、その興行内で行います。準決勝進出と組み合わせは、関根シュレック秀樹対、ランボー川村と和田拓也対松本貴俊、この2試合をまず準決勝として行い、そして、その勝者が決勝で、対戦すると。そこで、初代のチャンピオンが決定いたします。その他にも、出場確定選手は今のところ佐藤光だけですが、できればそこで、佐藤光20周年の、試合をハードヒットで、意味のある試合を行うためにただいま対戦相手を、にオファー中です。まあ、決まれば、大きな試合になると思います。で、決まらなくてもハードヒットには独特の飛び道具がたくさんありますので、楽しみにしていただければと思います。他にもレギュラー選手、ゲスト選手をたくさん招いて、現在進行形の U の名前に恥じない興行をしようと思います。昨年はエキシビジョンマッチということでしたが、鈴木みのる、中井勇気対藤原義明、近藤勇気という、試合を組めました。グラップリングタグマッチ、組めましたし、今回の、興行で予定しているのは佐藤光の20周年と、もう一つあと、久々のキックボクシングルールですね。これはもう、体重を、ガチ合わせてでオープンフィンガーで、やるという話も出ています。過去にはシュートボクシングの、ランキングに入っている選手を呼んできて唐沢翔選手とやっていただいたりもしました。今回も、ただでは終わらない興行にしたいと思います。で、毎年これも、8月29日の屋外興行、旧川崎球場、富士通スタジアム川崎での屋外興行が非常に、評判が良かったので、今回も屋外での、興行をできる場所を探しまして、一度は12月30日に屋外でやる興行を決定しようと仕掛けたんですが、何分控え室も外ということで、出場選手並びに関係者並びに見ているお客さんの体調管理、コロナウイルスには感染しないが、普通に寒さで下手したら命を落としかねないという、本気の、警告を受けまして、医療関係から受けまして、責任が持てないということで、今回だからその声を出す8月29日のような興行にはできないのですが、屋内興行で行うということで、近くの日曜日ですね、12月27日の新木場を、新木場ファーストリングを訪ねました。ところまだ1日空いてました。昼興行と夜興行の2つ2部が空いている。そこで、
少し思うところがありまして、まず昼興行でハードヒット、そして夜の部も抑えました。実はということもないんですが、今年皆さんもうご存知の通り、その真っ只中で、暮らしていると思うので、ご存知のレベルを超えても体感していると思うんですが、新型コロナウイルスの、蔓延、世界的な流行によって、さまざまなイベント、仕事もそうですし、日常生活にすら影響を及ぼして、緊急事態宣言、外出を禁止とまではいかないですけど、控えるように日本でも言われました。海外ではもう完全にロックダウン、その家の外に外出を してはいけないという中でですね、人類がやっている中、こういう言われ方をしたのが非常に悔しかったですね。プロレスなんかやってる場合じゃないと言われました。それでもハードヒット、そして僕の主戦場としている全日本プロレスは、興行をやめることなく、続けていきました。3月には、ハードヒットは初の無観客興行、8月29日は、屋外で飛沫感染を防ぐために屋外で興行をやりました。全日本プロレスも、月に何度か無観客興行を、万全の体制下で行い、その中で自分も世界ジュニアのタイトルマッチを行ったりでありますとか、あと、一応興行も再開して、やっております。以前のような満員の観客でたくさん声を出して、やるプロレスにはまだ戻れておりませんが、一応プロレスを続けることはできています。その中で全日本プロレスの看板シリーズであるチャンピオンカーニバル、そして、今後18日からですね、開幕する、最強タッグ、この2つが行われて、一応良かった良かったと、伝統を絶やさないで良かった良かったという空気になっておりますが、一つ自分の中で納得がいかないというのではないですが、黙っていれば誰に何も言われないことだと思うんですけども、ジュニアの、自分が主戦場としてある全日本プロレスのジュニアヘビー級ですね、のリーグ戦は今年2つとも行えませんでした。シングルリーグも、タッグリーグも行えませんでした。ただ世界的なこの状況下で、プロレス自体を開催することが不可能だという中で、全日本プロレスの看板シリーズはできただけでもいいじゃないか。で、その2つに自分が出場できない。これはもう単純に自分の実力不足だと思うんですが、そしてジュニアのシリーズもない。タイトルマッチにも負けましたんでベルトもない。多分このまま2021年を迎えても誰も文句は言わない。来年開催できたらよかったよかった、去年は仕方ないよということで片付いたと思うんですが、なんかこう仕方ないで終わらすっていうことに非常に違和感というか、自分が守ってきて、俺は全日本ジュニアの先頭なんだ、佐藤光と青木敦で守り抜いてきたんだと言ってる全日本ジュニアを、このまま仕方ないで2020年終わらせていいものかどうか、それをずっと考えていました。もうチャンピオンカーニバル、そして最強タッグの日程が発表されたので、今年はジュニアバトルオブグローリー、ジュニアタッグバトルオブグローリー両方やらないんだということが決定して、やらないんだったら自分で開催できないかということをまず思いつきました。でもしかしたら佐藤光が自分の興行でジュニアのタッグリーグ、タッグ、トーナメントなどを開催することは可能だったかもしれませんが、あくまで全日本プロレスのジュニアタッグバトルオブグローリーを開催できないかと思い、全日本プロレスの方に、話に行きました。全日本プロレスは年間のスケジュールをもう発表していて、年内最終興行を決定しているので、それ以降に全日本プロレスでの開催はできないと言われましたが、佐藤光が主催する
興行にジュニアタッグバトルオブグローリーという名前、そして全日本プロレスの共催という形での興行の開催は許可をいただきました。これはリング上での勝ち負け、ベルトの有無に関わらず、全日本ジュニアとしてのファンクラスミッションの佐藤光を評価していただいた何よりの答えだと思っています。なので遠慮なく興行を開催しようと思い、ハードヒットで新木場に変わりました。新木場変わりました。12月27日夜の部で佐藤光主催、全日本プロレス共催、ジュニアタッグバトルオブグローリーワンデートーナメントを開催することを決定いたしました。全8チーム参加の1回戦準決勝決勝の試合のみ、全7試合の興行になります。現在出場確定選手は佐藤光のみ。開始時間、会場時間、まだ決まっていません。出場選手もまだ一人も決まっていませんが、少なくとも全日本プロレスで俺は全日本ジュニアだと言っている選手は全員出てくれると期待しています。ただそれだけでは8チーム組めませんので、他の選手どんどん佐藤光まで連絡をください。全く関係ない選手は出さないと思いますが、少しでも全日本ジュニアの人間だ、俺は全日本ジュニアでこういうビジョンを描いて盛り上げたいんだという選手は佐藤光まで連絡をください。主催は自分なので自分が決めますが、決してフラットなルールにはしないです。フラットのルールにします。フラットのルールにしないとダメですね。すいません、ちょっと高ぶってるんで。ですがこれは長年ベルトとは少し遠い位置にいながら看板シリーズにも出れないが、常に全日本ジュニア、俺たちが守り続けたんだと佐藤光が言ってきたことの証明であり責任だと思っています。チケットの発売日、開催時間などはこれから決めます。ですが今確定しているのは佐藤光主催、全日本プロレス共催、2020年ジュニアタッグバトルオブグローリーワンデートーナメントの開催を決定しました。今日は本日はその報告でこの会見場をご用意していただきました。全日本プロレス、そしてニコプロ、ハードヒットもニコプロもニコプロプレゼンツとして、開催しますので、これから、ニコプロでこの2興行は放送いたします。放映いたしますので、まだニコプロに入っていないという方はですね、ぜひこれを機会に、入会していただければ見れると思います。これから交渉次第なんですが、生放送という、方法を取って、行きたいと思っています。でチケットなんですが、新木場ファーストリングは、今フルで入れたらまさに人が密集してしまう状態なので、少し間隔を空けて、人と人との間隔を空けるので、だいたい150から200人の、キャパになります。なので全席、共通の金額になると思います。なので、一番前で見たい方は、早いもの順になってしまったりとか、いろいろご不便をおかけしますが、その分見てよかったという、今年も全日本ジュニアを守ったという興行を見てもらうということでお返ししたいと思います。12月27日昼、ハードヒット、ザ・キングオブハードヒットトーナメント準決勝、決勝戦、そして夕方からは同じく、新木場ファーストリングで2020ジュニアタッグバトルオブグローリーワンデートーナメント開催が決定しました。よろしくお願いいたします。以上です。はい、続いて、報道陣の皆様から質疑応答の時間を設けたいと思います。はい、報道陣は来ていません。これは嫌味でも何でもなく、8月29日のリングで
僕が空に向かってざまあみろと言った言葉は今でもその気持ち持っています。僕がやりたいのはザ・ハードヒットですなんてギャグで言ってますが、某団体、まあ、他のところでその UWF にいた方が UWF をやりたいんだって言ってニュースになった時にいろんな媒体を見たら、まあ、現在 UWF の流れを組む団体はないし興行も行っていないし試合も行われていないという記事がたくさんありました。あなた方の都合でハードヒットをなしにするつもりだったらどうぞしてください。それぐらいで現在進行形の U ハードヒットが潰れるぐらいのものだと思ったらどうぞ何でもしてください。現に今年も興行を開いております。たくさんの人の思いで興行を開催できています。だから今日もマスコミの人、まあ、あの連絡が遅かったってのもあるんですけど、あのニコプロ関係者しか来てないですし、あのこの会見の内容を見て記事にしますという方が多かったんですが、だから別にマスコミではなくてもあのここの質問コーナーにも答えますんで、どんどん質問をしてきてください。答えますんでそれを、持って質疑応答にしたいと思います。というわけで、今会見をご覧になっているニコプロ民の皆さん、あなたが記者となって、佐藤ひかる選手に質問があればどんどんコメント欄に書き込んでください。はい、AJPWTV、全日本プロレス TV では放映しません。はい、これは佐藤ひかる主催、全日本プロレス共催ですので、全日本プロレスの興行ではありません。なので全日本プロレス TV では、放送しません、ニコプロでのみ放送になります。はい、質問来ております、はい、スポンサーは募集しますか。スポンサーは募集しております。常に募集しておりますスポンサーさせろと ありがとうございます、はい、シングルトーナメントの開催は、うん、現時点でありません、うん、今回はタッグですね、はい、今回はタッグです、はい、まあ、これに関しては、シングルも考えたんですけども、やはり一人でも多くの選手にあの全日本プロレス全日本ジュニアを体感してもらいたい。またその、まあ、これを機に出てくる選手っていうのももしかしたらいるかもしれませんし、うん、望んでいます僕も。なので、タッグにしました。はい、決して全日本ジュニア所属、まあ、普段からレギュラー参戦してる選手だけとは限らないということですね、はい、そうですね、はい、だから単純に16人、うん、トーナメントを8チームで開催するのは16人必要ですので、うん、はい、ということで正直感染が不安なので主な対策を伺いたいです。まあ、8月29日の、大会のそうだったんですが、まず検温、消毒、あと今回休憩がないです、はい、休憩がないので、準決勝と1回戦と準決勝の間、そして準決勝と決勝の間に、空気の入れ替えを行います。でリングの消毒も、行います。はい、リングの消毒は多分2AW の若松くんがやってくれると思う、まあ、どうせ昼呼ぶと思うんで、はい、具体的にいつ頃から考えてました。あのチャンピオンカーニバルをやるんだっていう時に考えてました。あ、やるんだって思って、であれじゃあもう11月になったら、最強タッグだな、で最強タッグのチームを発表しますっていう時に僕の方に全く何も言ってこないってことは俺出ねえんだと思って、うん、なんで、まあ、タイトルマッチにも届かず、あの厚木に負け、で、まあでもしょうがないよなっていう思ったんですよ、一回。でも、しょうがないって、思ってたら、何もやらなかったら何もないな。もし本当に自分が全日本ジュニアを盛り上げたいとか、全日本はヘビーだけじゃないんだって言ってるのに何もしないって思ったんですね。でまあなんか少し照れくさいのか本人がやめてくれって言うのか分かんないですが、やっぱ青木さんと2人でずっとやってきて、青木さんと2人で戦ってきた相手はもうみんないなくなってるんですよ、うん、今の体制になる前に出てきてくれた人たちは。青木さんもいなくなってしまった今、もしこういうのやろうと思うんですよって青木さんに言ったら、多分っていうかこれに関しては 100% いいですね、うん、やってやりましょうよ
そういう人だったと思うんですよ。だから、まあ、言うたら岩本選手が最強タッグには出ますが、チャンピオンカーニバルにはもちろん出ませんでした、ジュニアの選手、誰も。なので、これはもう、ひどい言い方をすれば、負けた理由が、言い訳ができるんですよ、仕方ない、今年はコロナで仕方ないっていう、ヘビーに勝てなかった理由ができるんです、言い訳が。でもそれをしたくなかったんです。だったら戦いたかったっていうのがこの企画を考えた理由です。はい。ハードヒットの、方は全、トーナメントが3試合プラス、5試合なので全8試合を予定しています。はい。そのうちの1試合が佐藤光記念試合。はい。あ、ちなみに今回を機に。少し接点を持とうと思って、大和博っていうやつに連絡したら、名前出しちゃった、はい、チンコプロレスがあるから出れないって言われたんで、マジで、マジであいつとはもう二度と話をしたくないです。消えてください、はい、これはもう公式の会見で本当に言っときます。二度とお前なんかとは同じ空気を吸いたくないです、はい、二度目のオファーを断られた、はい。オファーではなく公募にした理由は何ですかと。結局全日本ジュニアって僕が俺が代表だみたいな顔してますけど、分裂した時にもうごっそり人がいなくなったんです。言うたらなんか寿司しかいなかったんじゃないかな。ここにわらわらと出そうな奴らが集まってきて、でなんとなく形になっていった。だから本当僕カジマ泥棒って呼ばれましたから、全日本が 大変な時に残れば世界ジュニアに近いと思ったんでしょって実際言われましたから、けどそこで残ったやつが、まあ、当時だったら、メンソール親父だったりとか、寿司はいなくなりましたけど、他の選手も、そこでチャンスを得て、そして残っていって、まあ、去っていったやつもいますが、残っていったやつが全員作ってきたと思うんですよ。そう考えると佐藤光というつながりで全日本プロレスにこれからいろんなチャンスをつかみに来るやつがいていいと思うんですよ。でもちろんそのしがらみとかっていうのはあると思うんですが、今回佐藤光主催ですからしがらみという意味では少ないです、はい。だからぜひぜひ手を挙げてください。直接僕に連絡をください、はい。キングオブハードヒットの優勝者に何かこう、はい、ベルトなり何なりはありますか。ちゃんとあります、はいはい。一応チャンピオン子たちも良かったんですけど、うん、やめました、はい、チャンピオン子たち、チャンピオン子たち、はい、女子枠は、あ、もしかしたら昼のハードヒットに女子枠はあるかもしれないです。夜のその興行は多分ダークマッチはあると思うんですが、うん、あるかもしれないですが、その本戦はトーナメントを一興行で終わらなきゃいけないので、うん、7試合です、うん。多分ルールも通常ルールは決勝だけだと思います。あと、もうこれは決めているのは、場外は、全て場外に出た時点で反則カウントを数え始めようということにしています。お、はい。なので場外は10カウントではなく反則カウント5カウントです。5カウント入った時点でもう負けですね、はい。で、時間も制限時間も非常に短くしようと思っていますので、試合時間も。おそらく10分一本勝負になると思います。で、もし10分以内に決着がつかない場合は、体重判定を導入しようと思います。なので、体重両選手の合計体重が軽い方が勝者ということに、なると思います、はい。これかな、去年の内柴選手のように他ジャンルの選手を呼ぶ予定はありますか。ハードヒットにはあります、はい。スポンサーの連絡先は相変わらず佐藤光のメールもあるんです、はいはい。ツイッターなど見てください、はい。20周年記念試合はシングルですか。シングルです、おそらく今オファーをしてます。相手ちょっとヒントぐらいかるか。ヒントは、だから20周年興行で、やった選手以外です。諏訪間選手以外ってことですね、はい。諏訪間とは2回やらなくていいでしょう。そうですね、といったところですかね。他もございませんか。皆さん大丈夫ですか、はい。ロッキーは天に召されたの、その川村はもう、はい、ロッキーじゃないんだ、ランボーだ、
だから別の人間じゃないかって言ってる人は多分この中だけだと思うんで、はい、無視します。一応トーナメント勝ち上がってますから、ね、いやまあでそのランボー川村デビュー15周年記念試合をやろうという計画が上がってて、うん、ランボーになってからまだ本当2、3ヶ月ですからそれを言ってる時点でっていう話なんです、はい、事前番組シネモロはいつ頃ですか。あ、発表します、11月14日14日です、はい、14日の深夜、深夜です、はい、だから土曜日の深夜、来週次の次14日土曜日の深夜12時にシネモロやります。はい、全日本の公式記録にはなると思います。ああ、はいはい、あのジュニアタッグバトルグローリーですから、はい、放送がニコプロってだけです、はい、で主催も佐藤光なんですが、はい、全日本プロレスの公式記録にはなると思います、はいはい、ハードヒットトーナメント出場者がバトグロに出るから、まあ、だから今の4人は分かんないです。でもシュレックはジュニアじゃないと思う、はい、だろうな。ハードヒットのビッグネーム参戦は交渉してます。はい、あで売店は多分出ますが、その新キャバファーストリング内を、もう最大限広く使って、椅子の席を増やそうと思ってますんで、うん、売店は12月27日なんですが外になると思います。なるほど、はい、ですが、選手の売店は、用意しようと思っております。はい、もうネタ送っていいですか。まだです。はい、あ、いいです、別に送っても読まないだけです。アドレスは前回と一緒なんで、はい、送ってもいいです。そうですね、まあ売店、まあ、結局今この売店は興行時点の状況によるんじゃないかねっていうのもそうなんですが、うん、今後状況によっては変わってくると思いますが、基本的にはやる方向です。何があっても、なるほど、はい、雨天決行法でももちろんです、はい、タッグパートナー誰を、これは佐藤選手のことですかね。私のタッグパートナーは、まあ、後で電話してダンちゃんにしようと思います。なるほど、はい、でもそれも、まあ、だ結局全日本プロレス共催とはいえ、うん、選手は全日本プロレスの選手ですから、そう、ね、交渉にはなると思いますが、はい、全日本プロレスのバトルタッグ、ジュニアタッグバトルオブグローリーですから、はい、全日ジュニアの選手が出ないということは、うん、僕はありえないと思っています、うん、はい、僕にありえないと言われていることに不快感を示してほしいぐらいです、はい、スポンサー募集は昼ですか夜ですか。まあどっちでも大丈夫ですでも基本的にはだから夜はもうニコプロがついているので、はい、できることはまあ限られてくるのかなと思いますが、はい、そこはもう話し合いです、うん、はい、ただその、まあ、全日本プロレス共催ということなので、全日本プロレスファンの方がたくさん来ると思います。内容についてはよくよく話してっていう感じになると思います、はい、日本プロレスファンの前で婚活募集って言われてもピンとこない人も多いでしょうから、まあでも効果はあるなあ、うん、共産じゃなくて共催ですね、はい、共催ですね、はい、もうこれは全日本プロレスに共催でいいという、許可を得てます、はいはい、放送も全日本プロレス TV ではなくニコプロでという許可も得ております。許可は得てます、はいはい、マジアモンロゼンで行かれてもそりゃそう、そりゃそう、分かってる、わきまえてるこっちだって、はい、そうですね、チケットの問題は純粋に早い者勝ちだと思います。まあ品物で先行受付っていうふうになると少し来ると思いますね、はい、交渉もちろん、はい、全日本プロレス館で行いましたので、代表選手、あとフロントの方を通じてマジでありえないぐらい正式にやりました、はい、企画書を出しました、はい、私もニコプロ側もちゃんと上の方の許可を得ております、はいはい、大丈夫です。ってことで選手は代表選手です2チャンネルを見てくださいよろしいですか。皆さんこの辺で質問を受け付けてしまって大丈夫ですか。はい、またおいおい、ね、決まったことは何かしら通じて発表されるでしょうし、はい、品物も14日にあります。どちらでもハードヒットに関する情報など出せるところは出していただくという感じになると思いますので、はい、とにかく12月27日は、新木場ファーストリングで、昼はキングオブハードヒットトーナメント、そして夜は、2020ジュニアタッグバトルオブグローリーワンデートーナメント
全日本プロレスは佐藤光、佐藤光主催全日本プロレス共催で行うということは、忘れないでください。はい、忘れようと思っても忘れられない、大会にしていきます。今後 VTR も作りますが、言ったからには自分でやります。はい、なぜなら俺が全日本ジュニアだって言ったのに誰かに任せることは僕も青木敦も好きじゃなかったので、はい、僕がやります。はい、大丈夫です。なので、というわけで、本日は佐藤光選手の緊急記者会見の生中継でした。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。